どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってどうもありがとうございます。今回は外出自粛中に役者がやるべきことというテーマでお送りしたいと思います。僕は以前木下ほうかさんなどがいらっしゃる芸能事務所でマネージャーをしていたことがありまして、自分自身も俳優をしていた経験があるんですけど、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録もしていただけたら幸いです。コロナがなかなか収まらなくて、外出自粛のムード続いてますよね。しかも先日また緊急事態宣言まで出されてしまって、きっと多くの現場が止まってしまったりとか、レッスンももしかしたら一時休止になってしまっているところが多くて、この期間何をして過ごせばいいか迷われている方もいらっしゃるかもしれません。なので今回はこんな時期だからこそやるべきことを3つ皆さんに提案させていただけたらと思います。まず1つ目は脚本を読むことです。脚本は映画やドラマの設計図のようなもので、役者さんはそれを読んで現場に臨むわけですが、脚本はその作品に参加した人しか読めないというわけじゃなくて、もちろん公開されてない映画もあるんですけど、月刊シナリオという雑誌で読むことができますし、それと銀座の大谷図書館というところに行けば、過去の映画のシナリオを読むことができます。僕の YouTube のコミュニティでも月に 2,3 作品脚本をシェアさせていただいてるんですが、役者さんにとって脚本って本当に学びの宝庫だと思うんですよね。特に小津安二郎監督や相米慎二監督や、そういった往年の名監督の作品の脚本はすごい作り込まれているのでおすすめです。人によってはそんな昔の映画見る気しないよっていう方もいるかもしれないんですけど、今活躍されている監督の方々も、そういう名作を見て育ってきたわけで、監督と通じ合えるような、そういう映画の共通言語を持てるように、そういう昔の作品も役者としては絶対見ておいた方がいいと思います。あと作品読むなら、小説でもいいんじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、小説って単純に読み物として楽しめるように書かれてて、同じ作品だとしても脚本とは書いてある内容っていうのが全然違うんですよね。役者の現場っていうのはあくまで脚本をもとに進んでいくものなので、普段から小説よりも脚本に触れておいた方が断然有利だと思います。脚本を読むことはね、家で全然できることだと思うので、ぜひ皆さんも脚本をこの機会にたくさん読んでみてほしいです。脚本の読み解き方については、今度それに特化した動画出す予定なので、そちらで詳しく解説させていただけたらと思います。続いて外出自粛の今やるべきこと2つ目なんですけど、これは1つ目とセットでという感じなんですけど、脚本を読んだ作品、実際に映画を見てみてください。なぜ脚本読んでから映画見た方がいいかなんですけど、普通に映画見るのと脚本読んでから映画見るのとじゃあもう全然見え方が違いまして、脚本読んでから映画見た方が学べることがより多いからです。映画だけ見るというのでも、役者さんの演技から学べること、たくさんあるんですけど、脚本事前に読んでおくと、実際出演者の方はこのセリフを、このト書きをどう解釈して演じたのかっていうことが見れてすごく勉強になります。そうすることでより役者さんの芝居の細かい選択だったりとか表現に気づきやすくなって、そうやって得た学びっていうのは、自分がいつか役者として出演作と、その脚本と向き合う時にすっごく助けになると思います。俳優の綾野剛さんは下積み時代にこの脚本を読んでは映画を見て、映画を見ては脚本を読んでということを5年間繰り返したと以前インタビューで語られてました。活躍されている人ほど役者としてもそういった地道な勉強をしているものなんだなって改めて思いました。外出自粛の今やるべきこと最後3つ目は YouTube かなって思います。やっぱり YouTube 今の時代使わない手はないんじゃないかなって思いますよね。僕前の動画とかで役者は何より演技力を磨くべきだっていうことをちょっと強調しすぎて、 SNS 全然やるべきじゃないと思ってる派だと思われてるかもしれないんですけど、SNS はやるべきだと思ってて、僕がちょっと懸念したのは SNS を伸ばすことが第一優先になって、役者が一番向き合うべき脚本読解だったりとか演技の勉強がおろそかになってしまうのは良くないんじゃないかなと思って、ああやってまずは演技力を身につけることから始めましょうっていう話をさせてもらってました。余談なんですけど、僕キングコングの西野さんが好きで、西野さんのオンラインサロンにも入ってるんですけど、西野さんよくおっしゃるのは、
まずは作品のクオリティで文句なしのものを作ることが何よりも大事で、プロモーションとかマーケティングはそれからだということをおっしゃってて、作品の成功にプロモーションやマーケティングは 1,2 割ぐらいで、あとの 8,9 割は作品の中身次第だとおっしゃってて、すごいハッとさせられたんですけど、ここで言う作品っていうのは、今の西野さんだったら映画煙突町のプペルだし、役者さんにとっての作品っていうのは自分自身の表現力、演技力ですよね。ただ今の時代演技力さえあればいいのかっていうと、違って、自分の存在を知ってもらうために SNS もやるべきですが、今そんな SNS の中でも一番効果的なんじゃないかなって思うのは YouTube ですかね。でも多分皆さん YouTube が今トレンドなのは知ってるよと、 SNS やるべきなのは分かってるよと、じゃあどんな内容にすべきなのっていうのが、一番大事なところだと思うんですけど、役者さんが YouTube をやるとしたら、個人的にはやっぱりその、あくまで役者であるという見せ方、つまりブランディングでそのチャンネル作っていくべきだと思うし、できれば芝居に関連した動画を出していく方がいいと思います。でも川口春奈さんは日常の発信もしてるじゃないですかと、思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、川口さんはもうすでに知名度があって、女優としての業界でのポジションも確立してるからこそ、日常の Vlog も伸びてるというのがあるかなと思います。あと例えば、自分はゲームが好きだからゲーム実況をやろうっていうのも、ちょっと違うかなって思ってて、もし役者じゃなくて、とりあえず自分は有名になりたいんだということなら、それもありかもしれないんですけど、仮にゲーム配信者として有名になれたとしても、その方に来る依頼っていうのはゲーム関係の依頼しか基本来ないと思います。だから YouTube を SNS を役者の仕事につなげていきたいとしたら、あくまで役者としての、芝居を絡めたチャンネル、アカウントにしていった方がいいんじゃないかなって個人的には思います。YouTube にしても、その他の SNS にしても、ただ登録者やフォロワー増やしていけばいいのかっていうのと、そうじゃなくて、あくまで役者としてのあなたのファンを、あなたのお芝居のファンを増やしていかないと、SNS すっごいたくさんフォロワーいるのに、いざ舞台やってもお客さん来ないみたいな状態になってしまうんですよね。なのであなたの演技力が伝わる動画を YouTube で出していきたいところなんですけど、以前動画で少し紹介させてもらったこともあるんですけど、役者としてすごくうまい YouTube の使い方だなって思った動画があって、フラームという芸能事務所さんの公式の YouTube チャンネルでアップされていた松本穂香さんの一人芝居の動画なんですけど、これはよ旅行代理店の女性に扮した一人芝居なんですけど、これって役者だからこそできる動画だと思うんですよね。もちろんある程度準備が必要な動画ではあるんですけど、更新とかも毎日とかじゃなくて全然いいんで、自分が納得できるものが撮れるまで、じっくり作ればいいと思います。やっぱり質の方が量よりも大事だと思うし、そうやって時間をかけて作った動画ほど、見た人に響くものになるんじゃないかなって思います。これは YouTube 全体に言えることですけど、これだけ発信者が増えてきたので、質が今後何よりも大事になってくるんじゃないかなって思います。ただとはいえなんですけど、役者さんのお芝居系のジャンルって、例えば歌ってみたとか踊ってみたほど気軽にはできないところがあって、流行りの曲をやるみたいな、そういうトレンドへの乗り方もしづらいので、正直再生回数っていうのは、伸ばしづらいと思います。でも個人的に再生回数は伸びなくていいと思ってます。役者さんにとって映像資料って、キャスティングの方だったり監督さんだったり、そういった届けるべき人に届けるべきことが届けばそれで十分だと思うんですよね。だから再生回数伸びるにはどうすればいいかとかはひとまず置いといて考えなくていいので、それよりもどうすれば見た人に何か響くような、印象に残るような芝居見せられるかっていう、そこを意識した方がいいんじゃないかなって思います。そんなわけでお芝居動画ぜひ作ってみてほしいんですけど、もし一人じゃどうやって撮っていいかわからないという方、もしくは、撮るにしても相手役がいてその方との掛け合いの方がやりやすいという方は、このチャンネルのメンバーシップのコミュニティでも月に1回、もしくは2回映像資料の撮影会というものを行っておりますので、ぜひそこで撮影させていただけたらと思います。
その映像はご自身の YouTube チャンネルの映像としてお使いいただいても大丈夫です。そんなわけで外出自粛中に役者がやるべきことについて考えてきたわけですけど、何か参考にしてもらえることがあったら嬉しく思います。こういった時期だからこそね、できることを地道にやった人とコロナを理由に怠けてしまった人とでは、大きな差ができる、そんな時期なんじゃないかなって思います。逆にこんな時期だからこそ自分の演技だったり表現と深く向き合えるタイミングとも言えると思うので、ぜひ小さなことからでもいいのでやってみてもらえたらなって思います。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださってる皆さんが役者としてさらに活躍していってもらえることを心から祈ってます。これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、こういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもよろしくお願いします。またこのチャンネルのメンバーになってくださった方にはプロフィール作成のお手伝いやメンバーの方限定のワークショップの実施、映像資料の作成のお手伝いなど様々な特典をご用意させていただいているので、そちらももしご興味あればご参加ください。今回も動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。